スタートしました。サダムイダテもまずまず好スタートを見せました。外からマイネルプレーザ、マイネルプレーザ、あるいは外に湘南ガルバが続いて、真ん中湘南ガクロス、湘南ガクロス、さらには飯出健信が2番手に上がっていって向こう上辺に入りました。3番手マイネルプレーザ、4番手に今日は湘南ガルバ外目控えます。その内から1番の武見和、2番のストーミーペガサスが追走して今4番手に上がっていきました。レオマイスター、あるいは外から北海カンティが追走して、真ん中サブジェクトが追走、そのうちに武見和志中段に控えました。武見和志、その後ろに進軍リターンズ、ノットアローン、さらに真ん中から徐々に接近を始める各馬ですが、西野シテルンは後方から2番手、3コーナーの回っていって、その後ろに、その間にサダムイダテンがおります。サダムイダテンが後方から3番手の位置、3、4コーナー中間残り 1000m 切りました。西野シテルン最後方にスマートファルコンが待機して、ぐんぐん飛ばしている、ぐんぐん飛ばして、6番の湘南アクロスが後続を10馬身ぐらい引き離して4コーナーのカーブに入ります。2番手には外から徐々に接近、マイネルプレーザが上がってこようとしている。内に粘っている飯出健信、3番手4番手、さらに4番手の外に湘南ガルバが接近、残り600切りました。その後方の集団は一塊になって、レオマイスターが左右を回っている。4コーナーカーブから直線コースに向かいました。あとは進軍リターンズ、外を回って北海カンティが追い込みに入って残り400切りました。北海カンティ、そして間を突っ込んで各馬接近ですが、さあ先頭は真ん中から今度は湘南ガルバス、湘南ガルバス先頭で坂を登ってくる北海カンティ、サバサダムイダテンが現在3番手まで上がって、一気にかわす勢いが200を切っているが、さらに最内からぐんぐんと武見和志が追い込んでくる。湘南ガルバス先頭、武見和志2番手、3番手マイネルスターリー2番手に接近、湘南ガルバゴール、2着に武見和志、3着5番のマイネルスターリー。